日本東京都大田区京浜東2丁目付近の揚洲京浜東は東京都大田区にある人工島であり、同区の町名である。現行行政地名は京浜東1丁目から京浜東3丁目。埋め立て地名は京浜第6埋め立て地。面積は 1.03 平方キロメートル。郵便番号は 143-0003。大田区の東部に位置する。地域北部は東海が、地域北東部は城南島が、地域南東部から南部には羽田空港が、地域西部は昭和島がある。西部の昭和島との間を京浜運河が流れている。地域の大半は工業用地で工業団地を形成しているほか、羽田空港の B 滑走路に離着陸する飛行機を望める場所としても有名で、翼公園がある。竣工面積133,996 平方メートル。京浜東緑道公園は、京浜東1丁目にある東京都港湾局が所管している公園。京浜東の西部一帯にある緑道公園である。京浜運河に面した遊歩道沿いに樹木や草花などが見られ、対岸にある昭和島などを望むことができる。当公園の南端は、京浜東翼公園へと続いている。京浜東ふ頭公園は、2丁目内にある東京都港湾局が所管している公園。芝生が主体の公園である。島内で働く人の休憩などに利用されている。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地域西部の昭和島とは、共和郷でつながっている。また、北部の大田区東海とは、京浜大橋でつながっている。地域南部の羽田空港とは、湾岸道路の空港北トンネルでつながっている。地域西部を湾岸道路と首都高速湾岸線が縦貫しており、1丁目と2丁目の境となっている。北部には北大通りが通っており、2丁目と3丁目の境となっている。また、鉄道駅は当地にはない。東京モノレール羽田空港線、昭和島駅から徒歩、大森駅、大森海岸駅、平和島駅から京浜急行バスの利用になる。ありがとうございます。